バナナチャンネル。どうも、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 イェーイ、ありがとうございます。ジャンプです。はい、ということで、ですね、今、ね、これ、いつもそうなんですけど、こう、頭から読んでいくんですけども、ですね、なんとですね、一番最初がワンピース、その次がですね、逃げ上手若君、早くね、もうここまで来ましたね、すごいね、すごくない？二番目だよ、これ。今日がね、第11話でございます。11話で、っていうことですよ。早いね。しかもね、今回ね、T シャツプレゼントがあるんですよ。T シャツ、スペシャル T シャツプレゼント。第1弾。そこにね、逃げ上手の若君のね、T シャツがあるんですよ。これね、さりげなくあしらわれた、時行のシルエット。あ、これね、これね、T シャツの、ここにね、こう、金色のね、プリントなんだって。ね。で、ここになんか、鳳凰の羽の、あ、ここって言っても見えてなかった。ここのところに、羽のプリントがあって、お、これかっこいい。商品番号6。当選者数300名。当たるかな？当たるか？これ。むずくね？ね。まあまあ他にもね、ワンピースとかドクターストーンとかね、読んでるやつだと。あとまあ他にもありますけれども。ね。ちょっと気になるな。どうしよう。送ろうかな。ね。気になります。これどうやって送ればいいんだろう。だって、なんか応募券がなんかあるのかな？ちゃんと見てなかったけど。ね。あ、応募券あるわ。これジャンプ買わないと送れないやつだ。第1弾。ちょっと気になりますね。送ろうかな。ということでね。当たったらまたね、動画撮ろうかなという。で、逃げ上手の若君！笑顔で来てる。坊ちゃん。坊ちゃんです。あの、なんだっけ。敵ですよ。ね。時を犬追い物でやっつけたと。それで、ま、何？覚えてろ！来るやろ！みたいな感じで、逃げて帰ったんですよね。そしたら、また来たよっていう感じかな。はい。ちょっと言っちゃった、これ。今だってページ見ちゃったんだもん、これ。開いちゃったんだもんって。そしたらね、これなんです。そしたらね、ほら、大人気御礼、南北朝スペクタクル。ちゃんと言えてないけど、南北朝スペクタクル。逃げ上手の若君。ね、そう、これね、次のページ行かないとね、11話って分かんないのよ。で、11話ね、で、幕府の跡継ぎがなんてこんな重労働って、諏訪大社の長寿丸ね、そう、名前を偽ったからね、長寿丸の、が、今の時行様の仮の姿ってことね、普段から労働しておかねば、敵が来た時怪しまれますぞって感じ、来そうな敵方といえば、定宗だけど、ね、あの弓矢の強いやつね。で、あんな大恥かかされたんだ。昨日の今日でそう顔は出せないっしょ。って言ってる。で、来ちゃったんだよ。ここ来ちゃったんだよ。次来たんだよ、もう。笑顔で来てる、みたいな。強えな、あいつ。って言ってるね。待たせたな、って言ってるよ。こうね、敵がね。諏訪の衆、帝からの臨時が届いたぞ。臨時っていうのが臨時かな。臨、なんてインドネーションやったらわかんないけど。ね、北条に組みした咎により。諏訪の老頭と領地を、だなんか、もう負けたから、負けた敵方の国は全部もらっちゃうよっていう、敵の味方側の国はもらうよってことなのかな。諏訪の老頭の領地のもと、諏訪湖、伊北を没収して小笠原領と、だこのね、悪い奴の、国になっちゃうよっていう、この手紙があれば大丈夫だってことでね、ついに来たか、みたいなね。鎌倉幕府に代わって政権を取った後醍醐天皇は、北条に近い武士を徹底的に排し、自分に忠実なものだけを全国に支配しようとしていた。だから、もう裏切るような奴はもう全部許さないぞっていうことね。自分たちの味方に全部あげちゃうよっていう、ね、感じなのかな。味方の臨時に逆らえば、朝敵となり、周囲の勢力が大義名分を得て一斉に諏訪を攻めるだろう、って言ってる。そうか。それに、ね、反対すると、いろんな国から攻め込まれちゃうぞっていうね。敵がいっぱい来ちゃうよ、みたいな。やばくねえ、みたいな。で、10日以内に、該当の土地に住む、ご老頭方には退去していただこう。あ、そこに住んでる人たちはもう、あ、じゃあ出てってくださいってことね。もらうから、この土地は、みたいな。主らしく、粛々と説得しなされ。
やばい、見られた、勝った時の、ふんっていう、あ、言っちゃった、ね、見られたけど、主人公の見られたけど、わしらどうすればいいんですかって、明神様、先祖の代から苦労して開墾した土地ですぞ、小笠原ごときにむざむざ渡せませぬ、戦しかございません。いや、もう戦ってでも守ろうと、我ら諏訪神道三大将、頼重様の命一つで直ちに兵を集め、小笠原の首を取りましょうぞって言って、根津頼直、雲野幸康、望月重信、ね、すごい三人いるんだね、これね、強い人が。ただ、この望月さんっていうのは、ここの神社にさ、あったらさ、なんか、ね、あれ、こういうやつをここにつけてんのね。キョンシー的な感じなのかな、どうなんでしょうね、これね。キョンシーではないか、生きてるから。ね、あの神社のこういうなんかついてる、締め縄についてるじゃないですか、紙がこう折ってやって、こうなんかね、雷みたいな感じでこうなってるやつ、そのね、おでこにつけてるんですよね。これかっこいいのかな、これね、時代的にはそういうのがあるのかな、これで神だよみたいな、ね、それ聞いてます、悪いようにはしない、今日のところは帰りなされ皆様、あ、皆の衆って書いてあるわ、長寿丸雑用である、や、雑用があるゆえ残るのだって言ってる、時行様一行は長者党と名付けたそうですな。あ、時行さんの、ね、配下っていうか部下の人とかも合わせた、このね、逃げる若い党っていうのね、なんか政治みたいな、なんとか党みたいな、あの字ですけど、実にあなた様らしい良いなんです。褒められてる気がしませんって言ってるね。その長者党に加入を勧めた男がいます。なんだこれ、忍者みたいだね。シルエットしか出てないですけど、風間玄馬と名乗る盗人です。おー、泥棒なのね。泥棒を仲間に、あ、泥棒、あ、いいか我が領地でも盗みを働くので、私では警戒されてるでしょうが、あなた様なら仲間にできるやもしれません。盗人、なぜ今盗人を仲間にみたいなね、無論能力を買ってのこと、弱いは幼いながらもあらゆる小細工を使えまする。なんか道具がね、いろいろありますけど、なんかやっぱ、あの、昔のね、あの、なんか鍵とかをカチャカチャってやる、針金みたいなやつとか、これね。昔の鍵で、今の鍵と違うから、やっぱりなんかこう、開けやすかったのかな、わかんないけど、あなた様に頼みたいことがあります。彼を使って、定宗の館から、帝の臨時を盗んで、ほら、盗めって言ってるよ、ほら。やっぱそうじゃん。臨時の発行には、ひどく時間がかかっているとの、今日の情報です。ね。紛失されれば相当な時間が稼ぎましょう。なくしたって言ったらね、時間を稼ぐと。もう、返せっていう手紙、そんなの、なければっていうね、すごい話ですよね。再発行とか、今だとデータが残ってたりするから、いやいやいやってなるだろうけど、この当時はやっぱ手紙っていうのが重要だったんですよね。だからね。だから、今でもその流れがあって、ハンコを押してあると強いとかね、ああいう、なんか借金の方にハンコを押したらもうね、みたいな。だ、多分そういうののこの、まあ、初期のことなのかな。やっぱ、その手紙があるっていうね、手紙にイコールハンコがポンって押しちゃうから、多分その、ね、偉い人のハンコあるから、これは間違いじゃない、偽物じゃない、みたいなね。そういう感じなのかな、わかんないけど。そんな乱暴な、あなた様も、老徒たちも、道理をわきまえた正しい人間です。ですが、これからの世は正しいだけでは、本当に正しいことをできませぬ。まあ確かにね、もうね、あ、向こうはもう、なんかいろんなパターンできますから。邪の者を老徒として使いこなし、すべてを備えた大将に、なりなされ。って書いてある。ね。天使と悪魔を使ってで、やりなさい、みたいな。いいのかなって言ってる。大丈夫ですか、頼重様。時行様を含め、わらべだけで、みたいな。あのひねくれた犯罪者と交渉に行かせるなど、みたいなね。あれでも時行様は支配者の子。必ずや王の器が垣間見れる。よって書いてある。垣間見れるよって書いてある。この、馬の足跡が見えるけど、これなんだ、これ未来から見えてるのかな、ね。どうなんでしょうね。でもそれはこれあれなのかな、もう次に繋がるのかな。諏訪から馬で1時間みたいな。桔梗ヶ原1時間馬で行くと、もうこういう村があるんだね、これね。
だだっ広いっすね、ここ。みたいな。ここのどこかにいるらしいが、知ってる人がいるだろうか。つって。あの、なんじゃかわいい嬢ちゃん。みたいなね。あの、部下の人ね。風間現場という人を探しているのですが、みんな走って逃げちゃう。ピシャピシャ。みたいな。家を閉めちゃった。なんか、時代劇のなんかこんなあった、ありましたね、でもね。みんな、なんか、あ、やばい、その名前聞いた。いや、まずいみたいなね。関わっちゃいけねえみたいな感じなのかな。視界に入るすべての家が瞬時に閉じまり、すごく嫌われてるのはよく分かった。諏訪にも聞こえる悪名だもんね。子供だと聞いているが、これほど人を必死に動かす子供とは。起きた、何これ、誰も俺には逆らえない。敵に回せば地獄を見るか。これなんか狐かな、猫かな、なんかお面をかぶってる人ですね、これね。今背後に、いや、背後じゃないってことか。いや、樹上だ。木の上だってことね。そんで、なぜか、若者、樹上、あ、びっくりしてね、木の上に登ったんだ。俺が風間現場だ。3時先からお前の名前が聞こえたのでやってきた。要件は、諏訪大社の長寿丸というものだ。個人的に君を老頭に加えたくて、やってきた。何が、長寿丸だ。北条のボンボンだろ、お前。みたいなね。小笠原に言ったらいくらになるかって、ね、やっぱ全部バレてんね、身の破滅をちらつかせても狼狽しないなみたいなね、諏訪頼重により、諏訪頼重には未来を見倒す不思議な力があるらしい、みたいなね、奴の指示を信頼を得ているということかみたいなね、あ、財布がもう取られちゃったね、瞬時に財布がね3つぐらいもうね、ボンボンは随分簡単に人を信じるもんだみたいな、ね、挨拶代わりに壊してやるよその信頼という、定宗には言わない口止め料として、500万円これあのかな今の金額でっていうことかな 100関門って書いてあるもん、仕事1回につき500万円ってことかな、高って言ってる金みたいな、いた一文まからんぞ。俺の腕が欲しいなら金のみが俺とお前をつなぐ糸だって言ってるね。なんか、漫画ジャンプで出てくるキャラクターなんかね、最初悪かったんだけどみたいな人にちょっとなんかね、ちょっとなんか来てる気がするな、武士に無用の卑劣な技、わしが主君のために覚えた技術はそう非難された。その技術を身につけたことで逆に信頼を失い、長年尽くした主君から、盗みを疑われ追放されたと。ね、あ、それでお面つけてるのかな。お父さんがつけてたのかな、これ。ね、お前はわしの技を継いだ。最後に、名前と主義を告げ。金以外信じるな。信頼も忠義も貸したところで返ってこない。技を打って今得られる。金のみを信じろ、現場。これだ。あれかな、やっぱお父さんがすごい技をね身につけたんだけどね、逆にお前はその技でなんか裏切るんじゃねえみたいな感じになって疑心暗鬼みたいになっちゃうのかな、やっぱすごすぎてやっぱ ねお前盗むだろうみたいなねそんなになっちゃうのかな。で、全て失ったお前には当然金もないはずだ。恥を捨てて頼重に借りるか。借りが増えるほど主従は逆転し信頼関係も失うぞ、誇りも地位も信頼も金がないお前には維持できない。そうら揺れてる急してる現実を思い知れボンボンがみたいな。金、あーもうないからでしょこれ。まさか金とはって言ってる。金他ないもんね、逃げてきたからね。本当にいいのか、国じゃなくて正直驚いた。お、なんか違う展開になりましたね、これ。我が老頭となり、その異能で天下の奪回を助けてくれるが、君や旗揚げからの生粋の後進だ。甲や武蔵の一国ぐらい与えられて当然なのに。君はなんて無欲なんだ。そっか。若君がこれ、ね、なんかこの、その日本を仕切るようになったら、国をね、1個、2個上げてもいいぐらいな、ね、大活躍になるでしょ、部下だから。それ、お金でいいんだ、みたいなね。
逆に安いなっていうことだ。これだから、器量がでかいから、でかすぎる男なんだ。だからね、そういう、どうこうじゃないんだね。国を求めず、金で全て済ませてくれるなんて、みたいな。さすが、武家一途のお坊ちゃま。資産感覚もお人よしも、桁が違うぜ、みたいな。これが、王の器。すごいね、これ。あ、面白いね、これ。いやー、お金でいいの!みたいな。ね。お金でいいならいいよ、あげるよ、みたいな感じだもんな。さあ、で、当時の継承、ん?なんか、その、時代背景のことが裏にね、また、後ろのページに載ってますけども。とりあえず、第11話、おしまいです。ね。やばい、面白かった。また来週!どうも、どうも、東京ドーム、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 野球を見たけりゃ東京ドーム、サッカーとハロウィンは渋谷に行っときゃ東京。